はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、皆さんはダークダイブボンバー、通称 DDB、と呼ばれている最強モンスターご存知でしょうか。まあ悪さしかしないモンスターで一回エラッと入ってるんですけど、これ何するかっていうと、自分のメインフェーズ1に自分のフィールドのモンスター相手をリリースすることによって、リリースしたモンスターのレベルかける200ダメージを相手に与えるよっていう、これはメインフェーズ1とかになかったんですよね、昔はね。なんでなんか殴ってからダークダイブボンバーでリリースしてワンキルとか、そういう動きが有名だったんですけども、今回はこのダークダイブボンバーを使ってですね、先行ワンキルを、ぶちかましていこうと思ってます。で、新規で追加された、暗黒界のギミック今回採用しております。はい、暗黒界デッキ結構全体が追加されてすごい門にアクセスしやすくなってて、でしかも全体がモンスターとして出てこれるので、これめっちゃ優秀なんですよね。で、暗黒界未開域の今回ギミックを使って、なんかちょっとあ、はいはい、暗黒界かみたいな顔をして、実はダークダイブボンバーの先行ワンキルであるという、なんかこの辺のモンスターがわけわかんねえ、なんかモンスターいっぱい入ってるんだけど、まあ、この辺のモンスターを使って、これ出して、ワンキルしていきます。で、レベル高くないといけないんですよ、これ。自分のフィールドのモンスター1体リリースして、リリースしてモンスターのレベルかける200ダメージ与えるんですけど、これリリースしたその瞬間のレベルを参照するんで、まあ要はリリースする前にレベル上げちゃえばいいっていう話で、で今日はですね、このギャラクシークイーンズライトっていう、カードを使っていきます。これどういうカードかっていうと、レベル7以上のモンスター1体対象にとって、そいつのレベルとなんかそのフィールドのモンスターのレベルを合わせるっていう、まあ要するには同じレベルを並べてエクシー召喚してねみたいな効果になってるんですよ、基本的には。はい、なんですけど、幻獣鬼っていうモンスターがいまして、こいつらが結構すごくてですね、これ例えばコルトウィング、幻獣鬼モンスターが存在していると、なんかそのトークンのレベル分の合計分だけ上がるっていうレベルが、だ例えばコルトウィングの横にトークンが3体あればレベル9上がって13になるんですよ、これ。で、コルトウィングのレベルが13だから、13にトークンのなんかレベルを合わせようと、ギャラクシークイーンズライトぶち込むと、今度はトークンのレベルが上がるから、またコルトウィングのレベルが上がるんですね。そうするとコルトウィングぶち込んだ瞬間に、ギャラクシークイーンズライトをレベルが43になるんですよ、この人がレベル43×200 はいくつですか皆さん。 43×200 です。はい、つまりそういうこと。デュエルスタンバイ。さあ、暗黒界の真面目なデッキ紹介は終わりましたので、こっからはリュウ実況チャンネルの真骨頂というところで、理不尽展開を相手にお見舞いしていきたいというふうに思っております。さあ、とりあえずですね、限りなく真面目な未開期暗黒界に見せかけた先行ワンキルをね、ぶちかましていく所存でございまして、とりあえずゼンタ君が強すぎますので、まあ、このね、ゼンタとかいうモンスターマジ革命だわ。あ、マジで革命。あ、なるほど。これはちょっともうゴードン別に捨てられてもいいや。ああ、いいね。ゴードンは別にもう捨てられてもいいから確率を上げに行くスタイル。ゴードンは最悪別に打てなくてもこの敵全然なんとなるんで、まあゴードンはもうちょっと一回無視して引きに行きますわ。ゴードンもう確率を、特殊召喚する確率を上げた方がこのデッキは強い。はい、いいよいいよ。で、これでこれも出てくるからね。さあ、とりあえずモンスターが4体並んだぞ違う、モンスター4体並んでるの強すぎな、これ。これが一番いいか。はい、で、一旦これはね、スカルデッティング行きましょう。さあ、召喚剣を使わずにスカルデッドをとりあえず出して、手札もほとんど減っていない。で、4枚ドロー、3枚戻しの効果。はい、うわー、なるほど。これいよいよあれだな、ちょっと待ってくれ。いよいよこれゴードン使うかもしれないから、セットするからこれちょっとさ、いや、スノーでお願いしたいんですけど、なんとかなりませんかね。スノーでお願いしたいんですけど、なんとかなります。うわー、いや、でもこれ、まあ、これでもこれワンドローワンスで入るか。いや、でもこれ誘発引かれる可能性はある。で、とりあえずスノー捨てる。さあ、相手もカード1枚何か捨てなければならない。これでティアラメンツ起動されて世界が終わるパターンあるんですけど、インフェルニティビートル、すげ、何インフェルニティデッキ、
なかなかどうして先行取ったもん勝ちのゲームしてる、もしかして俺たちこれ満足さん、これ先行取れないとほとんどやることないって聞いたわけよ。で暗黒の門、暗黒界の門発動で、もう一発ぶん投げていく。いやちょっと上級引けねえな、上級引けねえんだけど、ちょ上級くださいませんかね。あー全体か、あーでもこれで、あこれいけそうで、これでレインだろ。でえこれ俺全体まで使ってないよ。しよしよしよし、いけ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 、きた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 、これセルリーに決めました。これ来ました。こうやって、ね、強引にセルリーとレインをかき集めていくことによって、世界を終わらせることができるんで、まあ、とりあえずちょっと暗黒界の門の効果を発動します。あとは、タンホイザーゲートっていうカードがあるんですけど、それ引きに行くだけですね。タンホイザーゲートですタンホイザーゲートでスカレット効果と、セレリの効果発動して、セレリの効果によって俺が手札を捨てなければならない。でレイン捨てる、ね、レインの効果によって、ケルト特殊、持ってきながら、相手のフィールド上にセルリ特殊召喚されていく。おい、はい、これちょっと未回避ねえからあれだな、タンホイザーゲート白に行かないとちょっとまじいな。でケルト効果特殊で効果、これブラウでいいかな、ブラウでちょっとドローしに行かないと始まんないんで、ブラウにしましょう。でレインを特殊して、まあ、貪欲なツボあるんで、まあ打っちゃってもいいですけどね。ちょっとリンクしてからにするか。まずこれ意識しなきゃいけないことは、リンクモンスターとかエクストラ系のねモンスターを戻した方がいいです。基本的にはね、相手なんもないから、これ一回ジアティスの方が使うまであるけどね。ちょっと一応同様のツボでタイミングは、暗黒界を戻しましょう。あ、暗黒界じゃ間違えた、未回帰を戻しましょう。未回帰モンスターを戻しといて、で手札を捨てる系の効果をいっぱい発動できるようにしておいて、これで2ドロー。あーやべえ、ちょっと待って、コルトウィング引いちゃったコルトウィング引いてもうた、マジこれは抹殺するしかねえかもしんねえうん、あーオッケー、土曜ガズの文字はいた、よし強引に回していくぞ、アルティメット強引分回しをいくぞ。相手なんか引いたな、相手なんか引いたぞ、なんだこれ、なんか今優先権渡ったよな、なんか引いたぞ。あ、タンホイザー来た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 わ。なるほど、これ貪欲な像をぶち込むしかないんだが大丈夫か。これ貪欲な壺をぶち込まざるを得ないんだが、これ貪欲な壺、これ通らないとやばいぞ、大丈夫か。あ、大丈夫そうだ、オッケー、なるほど。え、なんかさっき若干優先権渡った気がしたんだけどな、なんか気のせいだったか。でもちなみにこれセルリーがね、相手の場面を送りつけてあるんで、一応無限紅葉とかあのガンマとかは全部ケアできるんで、一応キックカードほんとうららと同時多分ぐらい、まあエフェクトメーラーは一応効くけどみたいなカードしかないんですけども、はい。でこれで俺エフェクトベイラーとか言われたら俺切れちゃうんだけど大丈夫これで俺エフェクトベイラーって言われたらほんと激横プンプン丸丸丸なんだけど、アウロラドン5か、あ大丈夫だ。あれなんか一瞬優先権渡った気がしたんだけどな、まあいいや、なんかまあ通るんだったら通るで別に、あーこっちじゃねえ、危ねえ、先にこっち、デストルト効果特殊召喚、レベル4チューナーとして特殊召喚、そしてレベル3の厳重キートークンにレベル4となっているデストルドをチューニング、シェックの召喚、あらあら、史上最強のシンクロモンスター、ザークタイプポッパー、そして厳重機アウロラドンの効果を発動、フィールドのモンスターを2体リリースすることによってデッキから厳重機モンスター1体を特殊召喚、コルトウィング、コルトウィングの効果が特殊召喚に成功した場合、トークンがあるとトークンが2体出せる、そしてこのモンスターはトークンのレベルの数だけ上がって、レベルが、そしてギャラクシークイーンの方にやって、さらにコルトウィングのレベルをアップ、レベル43、さようならのお時間だ、楽しいデュエルだったぜ、バーン
対戦ありがとうございました。これ真面目にエクストラ考えたらワンチャンさあれだよな、あの先行ワンキル、まあ、できなかったとしてもなんか普通に相手の誘発を打たせきってなんか展開してなんかあれ勝てんだけどみたいになるパターンあるから、まあそれがまあなんか他の先行ワンキルデッキと違ういいところではあるね。あ一応ね、ゼンマイティ最近なんかこの親顔ムーブめちゃくちゃ流行ってる、もしかしてこれ俺の周りだけ、なんか俺の界隈だけだから俺なんか親顔ムーブめちゃくちゃ流行ってるんだけど、妖刀竹光の効果だとてめえろくでもねえカードやべえゴミカード使ってんじゃねえぞとりあえずメイン1スキップされることは確定したらしい。いやでもメイン2でワンキル取ればいいんだろう、つまりメイン2でてめえのライフ全部削り切ってやる。無理かさすがに、アポロウサ止まってるのやべえな。一体全体何をしよってんだ、ネメチスコリドも出てくるんだかこれ、超ライリーも来るってか、やばすぎ。お前誰やねん、ホワイトオーラモノケロス。あーお魚さん特殊なやつですね、お魚さん蘇生みたいなやつですねこれ。うーわー出たー出たー、バトルフェイズスキップおじさんだ、やばい。しかもなんかトークン特殊召喚して無限応援を提案されたあお前天才かこれ、ブラックガーデンでやばい、エンドフェイズしか選択できない、なんだよこのゲームは。いやでもこれブラックガーデンであの無限応援をケアするのマジ天才だこれ。